動画ネブイブイはカブトムシメコガネムシ科の草食昆虫。体長はおよそ25ミリ。体色は全身安動色で、腸子には長い毛が生えている。全体的な体型はコガネムシに似るが、より大型であり、光沢も鮮やかな緑色の体色も持たないほか、頭部が長いことで区別できる。平地から低山地の紅葉樹林帯に生息する。 関東などでは普通に見られる種で、日本の他に、朝鮮半島や中国東北部でも見られる。成虫は5から9月にかけて出現し、各種紅葉樹の葉を食べるほか、杉の葉を食べたとする報告もある。ブドウや梅の葉を食害するため、農林業害虫としても知られている。夜行性であり、10日にもよく飛来する。人間などの敵に襲われると、茶色の排泄物を出す。 21世紀現在、地球温暖化、都市圏のヒートアイランド化に伴い、元来西日本を分布の中心都市生態的日地を同じくする近縁種青が金の生糧区域が北上し、関東以北の本種の生息を圧迫している。東京と近郊ではすでに競合に敗れ、個体数が逆転している。前述のように本種は、食用性だが、飼育下では樹液に集まる、クワガタムシや、 カブトムシ用のゼリーを与えるとよく食べる。メスは、腐葉土中に産卵し、孵化した幼虫は、植物の根や腐葉土そのものを食べて、成長、翌年春から初夏にかけて、8日、羽化する。同族の禁煙種として、姫小金や桜小金などがある。ありがとうございます。